入られました。そうですね、匠七段が入室されました。わあ、すごく爽やかな色の羽織ですね。はい。そして藤井竜王が入室されます。割と今日は渋い和服ですね。はい。僕の似合う22歳という、はい、なかなかね。注意者が駒を、はい、はい、がですね、2種類用意されたそうなんですけれども、1つは佐々木春夫先生が大山康晴賞を受賞した際に連盟からもらった駒で、そちらは書体が木村義雄先生のものだそうです。うん、はい。で、玉が2枚の総玉の駒、もう一つは新田元信先生が、寄贈されたもので、書体は関根金次郎先生の、王と玉が一般的なものでございました。選ばれたのがその新田元信先生の、所蔵しているものだそうです。はい。定刻になりました。藤井竜王の先手番で始めてください。お願いします。定石の一手ですね。はい、お茶、お茶ですね。結構真似する方もいらっしゃるんですね。そうですね。真似したくなりますよ、ね。まずお茶飲みたい。初手は2六歩でした。ここ、はい、後手は8四歩と、はい、藤井竜王もそれがもう十分怖いことは分かっていて、うん、そうですね。で、先生ならばその研究を外したか、それとも受けて立ったかというのがこの盤上に現れた時に分かるわけですね。まあ、外してそうとしているかどうかは分かり、定刻になりましたので伊藤七段、次の手を封じてください。封じます。早い。すぐでしたね。うん、封じ手は別室にて、はい、記入して、はい、立ち合いの方が預かって、はい、もういつはホテルの方が預かるんですよね。そのような慣例だったと思います。うん、まあそうは言ってもやっぱり実行委員会の規則にのっとって行われますので、その規則次第でそれも変わるでしょう。ああ、そうなんですね。やっぱりタイトル戦のことはタイトル戦ですから、はい、まあといってもまあこういう慣例はほぼほぼ変わりないんですが、七段が82手目を封じて第4局1日目が終了しました。終了します。お疲れ様でした。デビューから3年でということで、うん、はい、それもすごいです。あ、今、はい、対局者が、はいはい、入られまし た, ました、ね。まあ、8時45分前ということで、はい、まあ、昨日よりちょっと早めですかね。うん、やっぱり今日は早く入ると思ってました。
あ、ジジリオムにされましたね。皆さん統一しましょうとかは確かにないですね、はいはい、ここでまあ香車を置くのがまあ大橋流、はい、でこれちょっとくじは回るかなという感じです、ね、そうですね、うんうん、渡辺先生も何度もこう封じ手を開封されるのは見てきましたけど、はい、封じ手開封するのは、するのは、まあ、初めてだと、まあ、少し緊張されるかもしれないですね。そうですね。あ、切り落とす派なんですね。これ両方いらっしゃいますよね、はい、切り落とすのと切り落とす、封じ手は2四同じく歩です。まあそうですね、まあ、注目の封じ手は2四同じく歩でした、はい、定刻になっておりますので2日目の対局を再開します。いけないので大変ですけど、これはまあこれはもうあの8六歩か2四歩かの二択みたいな感じでしたね。まあ、基本ははい、はい、まあ感じますね。やっぱりこう、あ、銀を捨てましたね。なんかまあこれで行きたかったんでしょうね多分。あ、5二とまで行きましたね。はい、行きましたね。いやややこしくそうですねもうノータイムでやってるし、はい、30手以上はありますね最後あの9一の香を取って9三香って筋になると思うんですよね。そうですね。いやはい、あの対局をご覧いただきまたあの応援いただきましてありがとうございます。そうですね、本局そうですね、まあ、こう中盤の、まあ、こう難解な局面でちょっと、まあ、お互いの局の距離感がなかなかこ うまく、まあ、つかめなかったところがあったので、そうですね、まあ、その点はそうですね、まあ、課題が、まあ、残ったかなというふうにもあの思っています。ただそうですね、ただ、まあ、その後、まあ、粘り強く指してそうです、まあ、結果にあの、まあ、結びつけることができて、まあ、すごく、はい、嬉しく思っています。 そうですね、あの、うん、まあ、ここからまあ少し体力は少なくはなるんですけど、またそうです、まあ、年明けに王将戦始め、またまあ体力が、はい、多くあるかと思うので、まあ、そちらでも、まあ、そうですね、まあ、いい勝利をお見せできるようにまた取り組んでいきたいと思います。ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤ゆかです。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。